はい、次やっていきましょう。ヴィンテージトーですね。なんかそれが、初めて聞いたけど、まあ、一回ね、手に入れたけど、やっぱり売ってないのか、結構フランク。まあ、いい人なんだろうな。で、もう、そんなやつがいるんだ。マネって太るもんなんか。あ、は、はい。こっち行ってみよう。お、1000ポイントある。そう。まあ、セーブしなくてもいいんだけど、一応、しとくか。入り口ではなく、船内。ほう。まあ、この1000ポイントいるかな。まあまあ、いいんですけど。はい、行こう。あ。メンバーズカード。あー、バイト？あ、綺麗になった。ほう。まあ、これでいけるようになったんですか。ああ、まあ。ああ、やるよ、やるよ。やるよ。はい。おう、どうも。おう。まあ、混むかどうかは、まあ、ちょっと見ましょう。はい。ああ、割と、ちゃんと一定的に取れるんだ。はい。あれでしょ、浮かしや。もう、歩いて、ゴミに味噌つけるやつはもう、浮かしてないんだよ。調整の。おわりとむずいね。
早くごめんかな。はい、これで、はい、やった、どんどん顔パスです。はい、で、あ、あれか、豆じゃん、豆じゃん、巨大そう、世界の平和を守るために必要なんですよ。おいえ、はい、あー、まあ、直すから、まあ、あの、マリオ&ルイージは悪いわけじゃないんだけど、もう、あー、あの、よっぽ笑いのやつか、あー、一回飲んでるんですよ、あー、違う、もう、なるほど、あー、なるほど、じゃあ、ちょっと探しに行こう、あ、違う、こっち行ってないよな。はいはいはい。あ、戻ってきちゃったよ。あー、多分そこ行けってことなのかな。おー、あ、かわいそうに、まあ、かわいそうになんかのがよくわかんないけど、おー、アイテムリフレッシュカーブ、コイン、何個あってもいいですかね。お、ワンナップキノコありがてえ。で、これを例えば、なるほど、爆弾が落ちてきてどういう仕掛けやねん。まあ、じゃあ戻るか。はい、戻ってまいりまして、これを多分火をこれにつけるので、まあルイージのサンダーでもいけそうな気がしてんでもないけど、まあ難しい火の方が、お、じゃあ、あー、なるほど、大丈夫か、なんかこれ、なんか俺が壊したみたいにならない、大丈夫です、これ俺はでも大丈夫だ、ね、まあ多分ですけど、もう動いたけど、あ、でもこの炎はさ、どうやって動いてんの？即沈没だけど、大丈夫ですか？あ、豆が外に出て、お、あ、流れていっちゃう、あ、戻れないね、あ、まあ、ファイヤー、違うの、ファイヤーにしか移動できなかったのか、僕ってなんかあれ、あー、ないのか、あ、もう戻れないんだ、彼らは一体どうなっちゃうんだろうか、まあ、とりあえずセーブしておきましょうか。まあ、さすがにまあちょっと続けるんですけど、海底ヴィンテージ号横、はい、ここって多分ヴィンテージ号がないと取れないよ。おー、あー、ここに来て、あー、多分あそこに、あー、一回来たね、ここ前回多分高さが足りずに取れなかったから今初めて、上には初めて来たよね。で、あ、これはファイヤー、海底では気持ちいいさ、どういう現象なの、まあまあまあいいですよ、じゃあこれでまあまあいけるようになったから、ここに行けっていうことか、はい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 、はいはいはい、あれ？いけなくないですか？え？いけなくないですか？どうやっていくんですか？
ヘラグーンした、はいはい、あ、またこれか。上がって、もう着いた。あ、これはこれで、つながった感じか、OK。結構下の方だよね。じゃあどうしようかな、変えてみようか。こう。こう。変えてみよう。下もなんかまだいけなさそうかな。じゃあまあ一応今回この辺で終わりにしとくか。はい、じゃあご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは。バイ。任天堂。